さんこんにちは、ももこです。今回はガンダムファクトリー横浜に来ています。ガンダムファクトリー横浜は横浜の山下埠頭にある複合エンターテインメント施設です。今日はガンダムファクトリー横浜での様々な楽しみ方をご紹介していきます。入り口では全員入場特典のガンプラがもらえます。実物大の動くガンダムを見られるということで、今日はとっても楽しみです。ガンダムファクトリー横浜では RX78F00 ガンダムと名付けられた動くガンダムを下から正面から食事をしながらゆっくりくつろぎながら、そして間近でなどなど楽しめるポイントがたくさんあります。この施設は2020年12月19日にオープンし、2022年3月31日まで営業しています。まだの方はぜひお早めに。ガンダムが動くのは30分ごとなので、その前にガンダムラボで動くガンダムの仕組みを楽しみながら学べる展示施設を見てみましょう。このガンダムラボアカデミーでは、動くガンダムの開発プロセス、その設計や構造、仕組みについてパネルや映像で学ぶことができます。ここに来て初めて知ったのですが、この動くガンダムにはきちんと人が入れるコックピットがついています。技術者の方々の夢が詰まっていますね。このガンダムラボアカデミーにはコックピットに入る体験ができる AR コーナーもあります。気分はまるでガンダムのパイロットです。それでは次の動くガンダムのショーは2階にあるカフェでランチをしながら楽しみましょう。このガンダムカフェはガンダムファクトリー横浜のオリジナルメニューや横浜ならではのご当地グルメ、また会場限定のグッズも楽しめる施設オープン期間限定のカフェです。ハロとガンダムの肉まん、そしてオリジナルのカフェラテをオーダーしました。動くガンダムを見ながら食べるランチは最高です。ちなみにカフェメニューはテラスに出て食べることもできますよ。ガンダム肉まんにはエビチリが入っています。それでは動くガンダムを間近で見るためガンダムドックに向かいましょう。ガンダムドックは動くガンダムを格納しメンテナンスワークを行うデッキです。来場者は有料のチケットを追加購入することによってガンダムドックタワーに登ることができ、間近で動くガンダムを見ることができます。ガンダムドックタワーは15から18メートルの高さから動くガンダムの頭部やボディを間近で見ることができる大迫力の特別観覧スペースです。ガンダム直立姿勢を維持せず、ガンダム直立姿勢を、ミッションコントロールより発令。これより RX78F00 ガンダムの起動実験を開始する。総員配置についてください。繰り返します。総員配置についてください。確認させてください。
コックピットハッチ確認。コックピットドアロックセキュア。G-LOCK 稼働できて3枚。ポートヘッド完了。Release the bridge。タワーに登るためのチケットはガンダムファクトリー横浜の公式アプリかガンダムファクトリー横浜チケット購入専用ウェブページで購入できます。事前予約が必要なのでお気をつけください。動くガンダムを間近で見ることができてとっても感動しました。今日も子供の頃の夢が一つ叶ったみたいで嬉しいです。動くガンダムを間近で見た後は全世界のガンダムファンに向けたガンダムファクトリー横浜公式ショップザ・ガンダムベースに向かいます。ここではオリジナルのガンプラを中心に横浜とのコラボ商品、公式パンフレットやここでしか手に入らないアイテムなど様々なオリジナル商品を多数販売しております。フードワゴンでは可愛いハロのポップコーンバケットもありましたよ。自販機もガンダム仕様。ドリンクを購入するとアニメキャラが喋ってくれます。とっても楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいました。いかがでしたでしょうか。ではまた次の旅でお会いしましょう。チャンネル登録とグッドボタンお待ちしております。またね。